香港エクスプレスは香港に本拠を置く航空会社でキャセイパシフィック航空の完全子会社である。2019年7月18日まで中国海公衆団が運営していた。2004年にフルサービスの航空会社として設立されたが、2013年10月27日に格安航空会社に転換された。 2016年1月19日、主に中華人民共和国を拠点とする世界初の格安航空会社によるアライアンス、U ・フライアライアンスに結成と同時に参加した。今後2017年内をめどに第二拠点を設立することを検討している。拠点の香港国際空港の発着容量が限界に近づいていることや効率的な機材運用を行うためである。 日本路線では、東京、羽田、東京、成田、大阪、関西、名古屋、中部、広島、高松、福岡、長崎、熊本、鹿児島、石垣の11路線を運行している。沖縄県の下地島空港に定期便を就航予定。2019年3月27日、キャセイパシフィック航空が、香港航空も所有する。 海港集団から現金22億5000万香港ドルと、非現金対価26億8000万香港ドル、計49億3000万香港ドルを2019年12月31日までに、全株式取得、債務返済し、完全子会社化することを発表した。2019年7月19日、香港エクスプレスは、キャセーパシフィックの完全子会社になったという。 エアバス A320 香港エクスプレス航空の機材は以下の通りである。2018年までに30機まで臓器を予定している。ありがとうございます。